起きましたね。デビデビ自分の役割分かってるよな。これでいっぱい大丈夫。怖いって圧が。嘘だ。デビちゃん。それ飛んでるってしかも。飛んだわ。うわーデビちゃん。エグ。やるしかないってこと。デビちゃんはああデビちゃんいった。待ってこれ圧。やるしかない。俺これ上がれないとかあるこれで。怖いんだよ。俺がキング。ありがとうございました。というわけでね、これから毎日ハンバーグ三軒生活していく。この企画はね、僕はふるさと納税でハンバーグ30個頼もうと思ったら間違えて50個頼んでしまったので、ちょっと量がやばいので、毎日ハンバーグ三軒生活で、まあ、数を30個ぐらい減らした後はまったり食べようかなっていう、そういう企画です。今日はちょっと酔い早いねってさっきから言ってるやつらいるけど、バレた。ちょっと飲んだ、ちょっとだよ、本当にちょっと、これぐらい。日本酒お前らと飲みたいなって思ったからちゃんと飲んでないよ。焼酎なんだ。お湯あり。あとウイスキーちょっと。その前は仕事してた。1時間ぐらい前にたまんなくなっちゃってよ。やばい。ロレツ不安なくなってきた。気づいた。ちょい前からちょっと怪しくなってきてたよ。今まで酔っ払ってるとなんか知らんけど、あったかいもんめっちゃしみね。ああ、わかります。やっぱだからラーメンとかが合うとかそういう話になってる。そうそう。だからっていうか、バー行った時に3軒目ぐらいでポタージュが出てきたの。はい、お通しに。はい。まず入って、あ、ポタージュどうぞって。そポタージュがしみてよマジで。でもラッパーはカッコつける職業でもあるけど、やっぱりあの背伸びはあんまりカッコよくないから難しいな、ラッパーってさ。そのなんていうの、無理してたらカッコよくないわけだ。そうだね。でも無理がバレてなければカッコいいと思う。そうだね。なんか無理がバレてなくて、あの見えないところでめっちゃ練習してるとかカッコいいわけだ。うん、そう。テレビはさ、どっちかっていうとこうパーソナルな部分に張り付いた言動の一貫性が心地いいから。何 パーソナルな部分に張り付いた言動の一貫性。もうちょ、あのさ、かっこよく言うのやめてよ。今日さ、45分集合だったじゃん。うん、でもデビが、あ、ごめん、50分でってね、50分でいい、許せってきた時にやっぱすげえテンションあるもん俺。あ、デビデビデビルだ。自分でそりゃそうだよ、僕だ。そう、でもそれはあなただからじゃん。うん。でもやっぱ自分が自分足りえ続けるのってめっちゃむずいからさ。ちょっとお前、僕嬉しいよ今。いやー、ハンバーグ30日生活ついに30日目終了だな。ハンバーグ卒業式ですってわけでね、もう30日作ってきたわけだけど、結局1日も特に飽きることなく、まあ、エンジメニューはいろいろやったんだけど、特に飽きなかったね、30日間。ハンバーグ協会ってあるの、こんなに。ちょっとハンバーグ協会は僕にさ、なんか言うことない。この間さ、2、3時チョコ開封したナイトキングダム2枚来たよ。え、一応あれレア扱いなんですけど、2枚も来やがったんですか。まったく何してんすかね、あの二人は。お前覚えてよ、頑張って。え、ね、私さ、ちょっと今日気になっちゃったことがあるんだけど、うん、あのね、前まではね、女だったのがさ、え、うん、デビさん私のこと呼んで、今今日。嬉しいんだけど。え、
だけじゃん、オンライン。嬉しい。悪魔に呼ばれる女王こそ嬉しいものないですよ。え、じゃあお前のママと白雪姫でしょ。うん、そうだよ。白雪、うん、みつこ。え、みつこ。みつこ違うんだ。え、頑張って覚えたのにな。あ、覚えた。あ、自分はともえって言いますね。あ、あれともえって読むんですけど、わかります。まあ覚えてるかも。ここかい。ここはお休みしてきます。ありがとうございます。ちょっとあの2週間ぐらい休みを取ろうかと思っております。理由は別に体調不良でもなんでもなく、ただちょっと休みたいから休む。やったー、イエーイ。僕以外に浮気してたの。あ、そういえばそれ聞きたかった。契約者さ、僕がさ配信してない間に他のさところにさ浮気してないだろうに。ちょっとさ浮気してないだろうに。ずっと僕のこと考えてたんだろうね。ノムゴクロ広告見に行ってしっかりしわしをやってるのさ感じてたけど、本当にしてないんだろうね。お前らのツイッターのプロフィール欄のなんか絵文字を確認しに来る一つ一つ。ドイツの人もらいに行っちゃおうかな。うん、はい、ちょうだい。ほどりさくらんぼどりくれるんでしょ。くれないの。あー、ほかに僕の食べ物くれてもいいよ。あー、じゃ試しに、じゃちょっとデビ様、ちょっとあの面接してみてもいいですか。僕が面接されるの。もう自己紹介、1分間の自己 PR とともにどうぞお願いしてもいいでしょうか。はい、デブデブデブです。悪魔でしてる。前に悪魔なら皆さん誰でもご存知かと思いますが、僕は、ね、人間を恐怖に陥れることが得意です。ですので、あなたの会社でも人間をどんどん恐怖に陥れるアイデアを出していって、他の人間にはない多角的な視点で今までにはない新しいアイディア、新しい風を吹かすことができるんじゃないかと思っております。よろしくお願いします。うわ、デビス様本当に白なの。コイピエン、僕とチノとドズル社長は白だよ。え、じゃあ誰が怪しい。お前。俺本当に。うん、うん、殺される殺される殺さないよ。殺す、この鳥は。わー、俺がみんなに伝えなきゃいけない場面、わかる。そう、俺がちゃんと言っていかなきゃ恐ろしい悪魔が報われない。今日は7日から8日まで僕と一緒にいるでしょ。その最初はピクニックだよ。あ、眠くなってきちゃったね。わあ、僕もいろいろ準備し終わったよ。テトリスの準備とか。よっしゃ、やるじゃん。まったく勝てないよ。まったくやっちゃえないね、こいつは。うわぁ、間違えた。お泊まりといえば一緒に映画見るやつでしょう。じゃない。ということで、映画を一緒に見ようと思う。マグレガーとちゃんと、こうなったらいよいよ僕が守るよとか言って、いよいよ害獣が害獣なんだけど。アイス食べよう。よいしょ。
そんなじゃないよ。お前たちその下にいるの。下にいて、僕お布団入るから。寝よう。一時に起きない。キャクシャ起こして。ということで今日はお前たちの普段の諏訪家の大河としてお前たちのイラストのセリフ読んでほしいセリフを僕は声当てをしていったりしようと思う。ミサのやつ、はい、鍵疲れたり嫌なことがあったらいつでも僕のところに来るがよい。このここの指にかけてるのがいいね、鍵を。異界の扉の鍵なんだろうな、これ。ここにかけてるのがおしゃれだろうな。ねえよ、鍵なんか。これ面白い、次のやつ。あたまた。あたまためって初めて見たかもしれん。目の中にほこりが入っちゃった。チョコチップも涙が溢れてくるよ。ドーナツを2個食べよう。バナナも2本いいですか。バナナの皮を剥いたらあっという間にあっという間に恐ろしい異界の悪魔ズビズビズビル様。涙が溢れてくるのが結構きついだろ。前大会のリベンジマッチがそうですね、ここで行われると。はい、2年前の第1回だけを同じく社を築く VS デビデビデビルで、まあ俺の記憶が正しければ社を築くが優勝をして、うん、タイピングキングの称号を持っていたんですけれども、うん、果たしてリベンジマッチどうなるのか、ね、じゃあいよいよ決勝になりますのでお二人とも意気込みをお伺いしてもよろしいでしょうか。一言言わせてもらう。歯車お前声ちっちい。まあ、それは思ってたし、うん、コメントにもあった。うん。あれ？だからその時点でお前負けてんだよ。なるほどね。準備が足りてに僕と違ってない。2連覇だ、やってやるぞ。まあなんか言うとりますけれども、うん、こいつが見た幻覚をまた破壊するのが楽しみで楽しみで楽しみでしょうがないので。はい、では決勝戦です。スタート。音が全然違う。音が、あ、でもデビデビは止まる。並んだ。止まるかどうかだ。互角、ほぼ互角。あ、3ワード。荒い呼吸が聞こえてくる。で3ワード、待ってという声も虚しく追いつかれる。そして追いつく。熱いぞ。1ラウンド先取するのは果たしてどちらか。あー、1ラウンド目指すのはデビデビが、まずな1ラウンド目を取りました。おいやべえぜ。おいどうしたどうしたどうした。じゃあ第2ラウンド目スタート。おっと、止まらない動揺しているのか。どうした。あ、早いぞ。置いていかれてる。あ、ただ数字の7、数字の7追いついて、ほぼ互角に王手をかけるのは悪魔。おっと、このまま前回の雪辱を取り切るのか。取り切るのか。当たった。取り切った。ダメだ、本当に。大きな喜び。おい、いや負けた。2ラウンドストレートでデビデビが取り切れました。おめでとうございます。これは負けました。お前今日疲れてたのか。二次三次だけよ、優勝はデビデビデビルさんです。おめでとう。おめでとうございます。優勝したデビデビデビルさんには
漆黒の捕食者ことダークネスイーター鈴木勝から2つ名第2回タイピングキングを授与いたします。おめでとうございます。マグマ聞こえてる？すべて取り戻したよ。おデビデビ、お前記憶が。僕は自分の恐怖で蓋をしていたんだな。何を思い出したんだい悪魔は？苦しみの記憶さ。でも今 その全てを僕を形作っていたことが分かった。第1回の悔しさがあっての優勝ということでしょうか。思い出したんだ。思い出したよ全てを。